ポール・エルスタック・ DJ ポールこと、ポール・エルスタックは、ハードコアテクノのプロデューサー、及び DJ である。出身は、オランダのハーグ。本名は、ポール・ロジャース・エルスタック・ハッピー・ハードコアをリリースする場合には、DJ ポール、エルスタックとして、ガバをリリースする場合には、DJ ポールなどと、それぞれ名義を使い分けている。後年、オフェンシブレコーズを設立した後は、 フルネームでもクレジットを入れるようになった。ジャズミュージシャンであった祖父のネットリー・エルスタックが1936年にインドネシアのジャワからオランダへ移住してきた。オランダにおけるエルスタック家の音楽活動は、ここが事実上のスタートであった。さらに、ポールの父親もロック歌手のバックバンドをしており、ポールは小さい頃から音楽に囲まれた環境で育つことができた。 1982年からクラブで DJ を始めるようになり、マクドナルドのアルバイトをして稼いだお金でレコードを買っていた。当時は主にヒップホップの曲をプレイしていた。DJ による活動を行っていく中、1987年にはロッテルダムのディスコ、ブルーティックのメイン DJ として選出されるようになる。ポールは次第に地元の有名 DJ となっていった。 1990年には、ピーター・スラグ・ヒューイスとのユニットタイムドリラースでレコードをリリースした。さらにピーター・スラグ・ヒューイスとは、ホリーノイズとしても活動を行うこととなり、ジェームズ・ブラウン・イズ・スティル・アライブなどのヒットを出すこととなる。この時期からは、オランダのハウスアーティストとして海外にも有名となっていく。1992年には、ミッドタウン・レコーズの参加として、 レコードレーベルのロッテルダムレコードを立ち上げ、そこからハードコアテクノを中心とした数々のレコードをリリースするようになる。1993年には電気グルーブのアルバムフラッシュパパメンソールのカフェド鬼をプロデュースしたことでテクノに慣れていなかった日本のファンにも名前が知られるようになっていった。1995年からは次第にハッピーハードコアの色合いが濃くなり、 リリースした曲がオランダの音楽チャートで上位に入るようになる。2002年にはロッテルダムレコードの運営を離れてオフェンシブレコーズを設立し、以後はそちらでのリリースがメイン活動となっていく。現在では最盛期にリリースの多かったハッピーハードコアはもう作成しておらず、それよりパワフルな路線でのハードコアテクノを作成、リリースしている。下記の通り、 過去から現在において所属したユニットは滝にわたる。さらに、オランダのハードコアの中心的存在だった、ロッテルダムレコードのオーナーだったこともあり、最盛期においては、ガバのボス、ロッテルダムのドンなどと形容されたこともある。ありがとうございます。